ハビヒツブルク城は現在のスイス北部アールガウ州の中央に築かれた古城、大鷹の城を意味する。時を経てハプスブルク城と呼ばれるようになり、ハプスブルク家の加盟の由来となった。ハプスブルクが原音でハープスブルクと発音されるのと同様、こちらも原音ではハービヒツブルクと発音される。赤、1100年以前に建築青。 1100年から1250年の間に建築期1100年以前に建築緑1100年から1250年の間に建築礼拝堂を除いて緑色と黄色の建物が原村廃墟側から見たハプスブルク城資料的に遡れる最古のハプスブルク家の祖先である領地持ちの軍トラムの孫でシュトラスブルク司教の座にあったベルナー一世が築城した 追記時期は1020年から1030年頃と伝えられ、その年代は近年の発掘調査により確かなものとされる。創建当時は現在のスイス国内では最大規模の城郭だったと推測される。木内の一室使用部分は11世紀から12世紀に完成された。増改築は13世紀頃まで断続的に続けられ、今日見られる以降は、 12世紀から13世紀前半の間に建てられた居住棟、小棟、本館と考えられている。しかし、部屋数は少ない上に狭く、外からの寒気や悪臭を防ぐことのできない穴の窓など、居住性は悪く、城の住人の生活水準は不能とさほど変わらないレベルだったようである。1230年頃、すなわちハプスブルク発の神聖ローマ帝国君主となる。 ルドルフ一世の少年期には、すでに、ハプスブルク家の所有を離れている。第一次世界大戦後、オーストリア・ハンガリー帝国最後の皇帝カール一世は、スイスへの亡命に追い込まれた。スイス亡命時代のカール一世とその一家は、ハプスブルク家発祥の地である、この城をたびたび訪れたという。カール一世は、帝政崩壊後の1919 19年9月5日に、 誕生したイツおに、スイスで生まれたし、ソルドルフ一世にちなんでるドルフと名付けている。縄文とハプスブルク家のライオンの紋章をメディア、コモンズには、ハビヒツブルク城に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。